はい、FM 流進堂 DJ の流進です。今日のゲストは、渡辺俊美くんです。どうも、ゲストの渡辺俊です。あ、そうだ、俊です。まあ、今日トークメインっていうよりは今作業中なんだよね。まあね、まさかのね、うん、まさかの制作中で3月5日からね、芸術兄弟の展示があるので作品作ってます。はい、まあだから今日制作しながらのね、まあちょっとトークというかそんな感じで、よいしょ、やってます。本当はあの今日もう作品も出来上がってて、僕は撮影だけにこう来る予定だったんですけど、最後の仕上がりを見てちょっとこれは芸術兄弟のアピールにならないんじゃないかと、完成度を見て、あとなんていうのかな、ハッピーエンドにしたかった。まあ、いやいや、ちょっとなんかね、流進さんが語弊なんで言うけど、補足として加えるけど、いやまあハッピーエンドというか、だから、その完成度も何も、完成度じゃないよね。その、まあ、またもう永遠のテーマなんですけど、うん、結局はね、うん、まあ、毎回個人としても芸術兄弟としても FM 流進堂でももう何万回とも話されてることなんですけど、はい、だからまあ美術とは芸術とは何ぞやと、うん、いうところでね、毎回僕と流進さんはすごい戦ってるわけですよ。うん、で今回も説明しますと、まあまた面白い試みをやってるんですよ。本気で、そうだね、本気でですね、要するに絵の、うん、絵と文章の、交換日記を、やるっていうのが今回の、作品だったんですよ。はい、でまあ終わりが弟の方に僕が最後終わったんですけど。僕のその、今回の作品に対する解釈と流進さんの、解釈が、ずれていたっていうことと、あと僕も流進さんに言われて思ったんですけど、芸術兄弟としてのやっぱりその立ち位置ですよね。やっぱりそれを今回確認、再確認させられて、僕もハッと思いました。で、なのでちょっとね、さっき話し合ってたんだよね、はい、結構真剣にね。なので、うん、その別に何が正しいとかっていうわけではないんですよ。ないんだよね。別に僕の終わりでもよかったんですけど、うん、ただ、うん、芸術兄弟としてっていうことをやっぱり僕も言われると、僕もハッと思って、まさかの29回目番外編を今、芸術兄弟の CM のデジオのためにデジオ中にやっているわけですね。まあ本当は今日ね、制作というよりは撮影と、あとデジオの収録をね、そうそう、すぐ終わる予定だったんですよ。でだけどちょっと今回今制作中なんで、ちょっとデジオの収録が単体でできなさそうなんですよね。だからまあ書きながら話すと、はい、いうことでご了承ください。失礼いたします。はい、まあ、かなりレアですよ。まあね、特別なデジオになりました。そういった意味でだって聞いてるお客さんは、うん、この絵とともに、この絵のゴールとともにその展示覧会を見ていただけると、そうだね、ある意味タイムリーになっております。うん、あ、じゃあこういうことがあったのかと芸術兄弟、芸術兄弟ね、こんな事件があったのかと思って、新宿眼科画廊に足を運んでいただけると、この作品の、自分で言うのもあれですけど、重みが伝わってくるんじゃないでしょうかね。あ、これはあれですね、流進さんの、ん、僕今回参加してくれてるグループ展のもし方も聞いてたら、面白いんじゃないかなと思います。ちょっとじゃあ展示の基本情報、はいはい、トシ君の方から お願いしたいんですけど、アナウンスをね、はいはい、いいですかね、やりながらお願いします。
展示情報なんですけども、はい、新宿眼科画廊にてですね、2010? うわ、すげえ。2010だよ。田中さん、DM 間違ってます。しかも俺らさ、言うの遅すぎだよね。そしたら俺らも気づくの遅すぎですね。そうですね。これやっちまったなパターンですね。誰だっけ、田中千恵子？田中千恵子さん。田中千恵子こら2009年、もう年明けたんだから。ちょっとまだ。もういい加減にして。年ボケがあるんじゃないでしょうか。ね、作家と画廊のオーナーといえどもこういう時は僕言いますよ、ちゃんと。僕らもでも気づかなかったのがすごいびっくりですね。ほっぺつねっちゃうぞ。参加者全員気づいてなかったということでですね。まあまあそれはまあ本人に会ったら言おうと思うんですけども。言いますね、じゃあ言わないとね。本人も多分もう気づいてるかもしれませんが、まあ2009年ではなくて2010年の3月5日金曜日から、3月の10日水曜日まで、12時から8時最終日10日、3月10日最終日は、5時までですね、アンノーポジティブリティっていうアンノーですよね、アンノーポジティブリティという02、これは、新宿眼科画廊さんのですね、公募企画のシリーズでアンノーポジティブリティ01があって今回02に、芸術兄弟、参加しております。で気は早いんですけど03の、グループテーマもうあるみたいなので、もしかしてもう応募されてる？これは応募されてません。あ、本当？はい、さすがにも忙しいと思ったのでこれは参加はしてないんですけども。応募しといてよ。応募した方がいい。応募しといてよじゃあ応募しときます。田中さん応募しときます。03もまあまあそういうことでですね、はい、まあもう多分ずっとやっていくシリーズ企画のグループなんですね。まあ、それのまあ要するに第2回目ということで、芸術兄弟が、13組のアーティストの中に入っておりますので、ぜひぜひちょっと早口で分かりにくいと思うんですけど、まあ、新宿眼科画廊にてやっておりますので、お願いいたします。そして まさに今タイムリーで、作品を仕上げております。仕上げですね。本当にまあここ行っていきたいと。芸術兄弟にこんなことがあったのかっていうことと、あとまあ今回その問題になってるんですけど、まあ、ファイルもがかなり重要でしてですね、交換日記のこのファイルもまあ注目していただけたらなと思います。そこもね、さっき話し合ってたんですけどね、はい、あ、まあちょっとナレーションの方をね、はい、あ、もう終わりましたか。はい、説明は終わりました。はい、はい